こんにちは。私は24歳の時に日本を出てニューヨークにやってきました。そして、ケン・ケンセイという芸名で俳優業を始めました。一番の障害となったのは英語の発音でした。何人もの先生について英語の発音を勉強しましたが、何年経ってもうまくできないのです。オーディションに行っても2行を読むと、Oh, that's wonderful. You did a great job.と言ってくれて、ドアまで送られて、そこで Keep working と言われてバイバイでした。こんなことが何年も続きました。もう最後は耳が聞こえない人に言葉を教える先生にもつきました。そうしてるとある日、S の発音の仕方が分かった時に、全部の発音の仕方が見えたんです。自分でも驚きました。そして初めて英語のボイスオーバーが取れたんです。ニューヨークに来て15年目でした。このボイスオーバーは15秒間英語をしゃべりまくるという CM でした。知らない単語がいくつかあったんですが、辞書で発音をチェックしました。みんな驚きましたね。僕の競争相手は全員アメリカ生まれの人たちでした。この CM は全米に流れました。自信を持った私は、私の英語の発音の先生が書いたThe Shape and Sound of American English という本を母体にして、この先生の監修を受けながら、日本人のための英語発音トレーニングブックを書きました。4年かかりましたね。ケンセイメソッドと名付けました。この本はニューヨークの紀伊国屋書店で1996年からロングセラーになっています。あなたにこの本に沿って、英語の発音の仕方をシェアしていきたいと思います。最初の今日は L をやってみたいと思います。それでは L の発音をやってみましょう。L の発音は日本語のラとほぼ同じですね。下の動き、下の形状も同じですね。日本語のラはこう上につきますね、ピタッと。そして、英語のラも同じようにつきますね。同じようにつきます。でも、一つだけ違うところがあるんです。この英語の LA、ラの場合は、この下のこう奥の方が、両脇が、ちょっと隙間があるんですね、ここに。ここに隙間があって、ラというときに息が抜けるんです。ラ。ラ。となります。日本語のラの場合は、舌は同じようについてるんですけども、ここに隙間がないわけですね。隙間がないまま、そのまま、ラ、ラとなりますね。そこで、L の発音をするときに、一番大事なことは、ここの隙間をいかに作るかということです。無理なく、自然に作るかということです。その方法をお見せします。まず、日本語のラの位置に舌をつけてください。そして、ララ。そして、鼻をつまみます。ラ、ラ。今度はまた舌を上につけます。今度はそのままつけて、そのまま唇をちょっと横に引っ張って。今度はそのまま上につけて、もうそのまま下の奥の方、隙間を作ります。
呼吸をしてくださいね。ラ、この下の位置、そのこの下の位置、この下の括弧、この下の形状を覚えるんです。もう一回やってみますね。舌を上につけて息を吸います。ちょっとここから息が入りますよね。その息が抜ける隙間がある状態、それが L を発音する舌の格好なんです。つけてラ、ラ、ラですね。今度はあーと言いながら舌を上に持っていきます。この舌の L の舌の形を覚えておいてくださいね。あーと言いながら舌をこう上に持ってくるわけですね。で、このここにちょっと隙間がある状態ですね。ちょっと僕がやりますからね。あーあーあー、完璧なL の音ですね。今度はあーと言いながら舌にお上につけたり下げたり、つけたり下げたり、ちょっとやりますね。あーらーらー、あーらーらー、そう、綺麗な母音をずっと出していくんですね。L を発音しようと思ったらダメですよ。ただ舌を上に上げるだけです。今度はこの練習をしてみましょう。今度はあーと言いながら L に行きます。イーと言いながら L に行きます。うーと言いながら L に行きます。えーと言いながら L に行きます。子音、この L、子音の基本の音は母音ですね。綺麗な母音を出すと綺麗な L の音が出ます。ここを震わすだけだったらうまく出ませんね。例えばここを震わすと、うーという音になりますね。うーという感じの音になるんです。僕も何年もこれで悩まされました。これ気がつくまでに10年以上かかりましたね。だからこういう感じです。あーと言いながら、あーいきれいな母音だったらきれいな L の音が出ますよね。英語の歌を歌う人、英語の歌を歌う人は絶対この練習をしないかんですね。もう一回いきますよ。あーいげたり下げたりして、し上げたり下げたりしてみましょう。あらららいりりりうるうるえL は発音しようと思うとうまくいかないですね。ただ舌を上に上げるだけ。今度はI・Uえをにはめて
L を練習してみましょう。ラ、リ、ル、レ、ロ、ラ、リ、ル、レ、ロ。日本語みたいにラッと言う、ラッと言わないですね。ちょっと時間がありますね。子音に時間があるんです。ラ、リ、ル、レ、ロですね。今度は英語の場合は子音が後にも来ますね。ですから後にもつけてラ、リ、ル、レ、ロ。これで下のトレーニングをします。ラリルレロラリルレロ。今度は続けてやります。全部続けてやります。もう最初から最後まで息を継がないようにね、そのまんま息がずっと抜けていきますね。ラリルレロル、この最後の L を忘れないように。ラリルレロル、ラリルレロル。こういう下のトレーニングをやっていきます。ラリルレロル。この N の音は僕もオーディションに行った時はよく言われましたね。もうちょっと L をクリアに出してくれということをよく言われました。はい、それでは単語やってみましょう。まず L が最初に来る単語、Leave、Lift、Late。 最初にちょっと息が抜けるの分かりますか？次は真ん中に来るやつ。 Alone、 Delay、 Ellen。 次は最後に来るやつ。 Eel、 Hill、 Mail。 今度はPL、 P と L が同時に出るやつですね。 Plate、 Plate。 日本人の人はどうしてもこうなるんですよね。 Pull、 Pull、 Late、 Pull とこうなっちゃうわけですね。 P の後ちょっと長いわけですね。これは Pull というなんか単語に聞こえますよね。一気に L に行きます。もう最初難しいですから、最初から舌を上につけておきます。舌を上につけておいて、唇を閉じて、プープー、舌を上につけておいて、唇を閉じて、プープー、プレイト。 L は長く伸ばせるんです。プレイト、プレイト、プレイト。今度は BL をやってみましょう。Blade、 Blade。 日本人の人はブルブルレブル。一方でちょっと時間がありますよね。これはなんかちょっと時間があるとブルって牛みたいな感じになるんですよね。一気に L に行きます。もう最初から下上につけといていいですね。ブーブーブーレイドブーレイド。昔、ブレイドという映画ありましたね。今度は、ああいうようにはめて、これを練習します。これで、舌の筋肉を作ります。
プラプリプルプレプロ、プラプリプルプレプロ、プラプリプルプレプロ、ブラブリブルブレブロ、クラクリクルクレクロ、グラグリグルグレグロ、フラフリフルフレフロ、フロリダとか言いますね。もう一回やりますね。プラプリプルプレプロ、ブラブリブルブレブロ、クラクリクルクレクロ、グラグリグルグレグロ、フラフリフルフレフロ。ちょっとやってみますか。OK。いかがでしたか？割と簡単でしょう。これであなたも完璧な L の発音ができます。次は RR R をやりたいと思います。何か質問があればコメントに書いてください。それじゃあまた。 See you。